ヨーブラザー、しらせゴールドチャンネルでは、原神好きなあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画をお楽しみいただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。後悔はさせません。ということで、期間期間の第、難易度の5。こちらの5ステージ目。新しいステージですね。2方向から来て、ゴール2つに向けて分かれる。だから完全にルートが二分化されて、まあ、どっちを守ればいいのみたいなところになるんですけども、基本的には、もう、カッコ守ります。各自で守る。で、ルート同じ編成で、まあ、今回は12個しか期間を使わないっていう設定であれば、半分に割って、6個で、1ルート守りきりましょうっていう編成になりますんで、よければ、実践動画の方を見ながら完全解説していきます。フルボイスで。最後の方までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、期間期待やっていきたいと。まずは、先導がこちらにあるんで、回収が弱いと全然ダメなんで、こういう形にしていきまして、もう一つなんですけども、ちょっとここまあ氷を入れるのかな、あ、違う、氷はここに入れていきます。で、水ね、で回収、氷で水、これで一応一回フィニッシュですね。こんな感じで凍結エリア1個作っちゃいます。で、これで一応回収の方は多分できるようなイメージなんですけど、大丈夫ですね。回収できますね。で、もう一つやっていかないといけないのは、ここに水を一個置くことですね。水、中央、水、水。ちょっと敵の突っ込みが怪しくなりそうだけど、もうここもしょうがないですね。で、ここに水。はい。で、こんな感じ。回収エリアをしっかり使って、うん、で、何をしなきゃいけないっていうのは、まあ、凍結をこの2つのエリアに分けて凍結エリアを設けるっていう作業ですね。これができないとちょっときついです。はい、で、ダブル凍結エリアで、相手が突っ込んでくる時間を少しでも長くするっていう効果があるんですよ。これがないと突破される可能性が非常に高いんですよね。うん、ここに凍結、どっちだ、こっちだ、ここね。やってみれば非常にわかると思うんですけども、こうしないと、で、第一波終了。もう生きちゃいましたね。記述点が、マイナス、もう抽選する特殊記述点追加獲得。まあ、猛威ぶりにしなきゃいけない設定なんで、これもう行くしかないです。で、相手、氷立て、北手、氷立てなんで、むちゃくちゃ相性悪すぎる設定。となると、雷を1個つけていきたいですね。まあ、炎もここでぶち込んじゃってもいいぐらい、ちょっと危ない状態ですね。ルートに1個炎をつけます。まあ、簡単に言うと、ここですね。止めてるね。本当は左のところも凍結もう一個入れたいんだけど、まあ時間さえかければなんとかなるだろうっていうような設定ですね。相手があまりにも多かったらダメなんですけども、まあこれで OK。
次ここに氷をぶち込んでいく。二段構えがやっぱりいいと僕は個人的には思ってます。まあ、エリアが2つあるんだったらそこに、まあ、3、3、3、3みたいな感じでやって3個ずつですね。3個ずつ置いてそれで仕留めていく。でその時のピックアップとしてはやっぱり水、氷、炎ですね。雷の方は後輩になってくるとあんまりいらなくなってくるんで333で置いて12個でフィニッシュが理想的だと。もう置けないんだとは回収エリアのところに炎をぶち込んでいきますね。はい、じゃあいらないですかね。ここら辺はいらないので、まあ、入れるとしたらこのこういう水元素の、まあ、熟知アップとか。ちょっと難しいですけど早めにあとあそこに炎を2つ入れて布陣を完成させていきたいなと思います。はい、突っ込んできたとしても次のエリアで相手はもうほぼやられると思います。ここ炎に変えていきます。ここを炎に変えるんだけど正確にはここじゃなくてここです。前の方にやっちゃうとこのちっちゃいやつが突っ込んできた時になんかやっちゃうケースがあるんでちょっと炎を出すのを遅らせたい。でこれでもうやることないですね。あとはもう天を運を天に任して333編成これで突破されるようであればもう相手がちょっと強かったと思ってください。で、手前側に火を置いちゃうと、もう火が発動して突っ込んでくる相手に行かなくなっちゃうんで、せっかく凍らせたやつに対して火が当たらないとか、ちょっとわけわかんない状態になってしまうので、こんな形。で、前方から火力出すのはもう前のエリアでやらせます。ほら。わざわざ、この中央のストリートの方で反応してしまうと、もう、差し迫って突っ込んできてる相手を無視してこっち殴っちゃったりするんですよ。結構それ陥りがちなんですけども、矢倉はあくまで直近、こっからの矢倉でやってくるんじゃなくて、もう直近の一番危ない、差し迫ってくるやつ相手に火力を出していくっていうスタイルで乗り切るのが一番いいと思います。だいたい2エリアしっかり確保できルートに2エリアですね、33の2エリア作ってれば大体の相手倒せる可能性が高いです。じゃあもうランダムルートヒルチャールの、氷の王ですね。凍ってるでかいヒルチャールで大型の風スライムいってみましょう。はい、まずはチャールズ。これはもう大丈夫ですね。第一エリアで倒せると思います。ちょっとこう前傾見ながら。で、風スライムも、スライム系は大してあれがないんで、もう初手の、炎のやつで多分燃えて、ほぼダメージ食らっちゃう。で、氷のチャールは一応凍ってくれるチャールなんで、時間稼ぎながら、じわじわ倒していくっていう感じですね。で、登ってきたとしても、最後の炎で一撃で倒せると。もうほぼ放置で大丈夫です。もう12個しか使えないって時点で、それを半分に割りましょう。戦力を。ルートがこう分かれてる。それで半分に割ったとき、どう分けるんですかってなったときに、それをまた半分に割る。そうしたら、その3つしか1エリアに置けないんだとしたらどう組むのかっていう話、火力も出て相手の足止めもできてっていうことを考えるとこの4エリア完全分割制にして対応するのが一番、まあ、可能性としてはあり、ただ12個しか置けないとかそういう限定的なその縛りがあればって話なんですけど、なければ普通に14個置いて OK です。だから1個強化で置いて
例えば岩チャール、岩のスライムが出てきた時の対策で弓を1個ね、ぶち込んでおくとか、そういう対処方法で大丈夫だと思います。大体相手が分散してくるんで、イメージとしてはゲート1個分のやつが流れてくると。ランダムにヒルチャールの岩のやつか。これは、まあ、凍るから大丈夫だと思うけど。で、一石周囲ね、第5波。一番きついパターンかもしれないですね。じゃ、行ってみましょう。これでちゃんと勇猛を入れてやるっていうところが意味があります。こちらに、まあ、一石周囲が左右に1体ずつと、まあ、こっちの、まあ、勇猛のやつがどう分かれてくるのか。凍らせれるので火力は左に行きましたね。左の方をちょっと見てみましょう。左の方がちゃんと初手で凍らせましたね。これで半分以上このエリアでダメージを与えていければ大丈夫。で、水アビスなん、氷アビスなんで、おそらく火が上のエリアにもあるから大丈夫なんじゃないかなと。で、一応あれは半分以上ダメージ食らってるんで大丈夫そうですね。アビスがどう動くのか。氷を置いてるのは相手の動きが遅くなるのも狙ってますね。さ、ちゃんと相手が凍って動かなくなってる。予定通りですね。危なげない勝利。ここ罠なんですよ。ここの内側にやってしまうと、こっちの敵にね、攻撃して、抜けてきたやつに完全無防備になってしまうっていうことなんで、一所懸命で、戦うのが大事なんですよね。なので、ちゃんと分けて、こっち端に寄せて、もう、無駄に反応しないようにします。そうすることによって相手の動きをちゃんとコントロールして、こっから来る敵をしっかり一生懸命止めるんだっていう、その流れを作ることができます。残り11体。一応この構成であれば大丈夫そうですね。全部で4つのエリア、3333。こういう置き方で敵を、まあ、長く走らせて戦うと。1箇所突破されたら終わるみたいなところじゃなくて、1箇所で止めれるんだけど、まあ、2箇所目でしっかり止めきるみたいなイメージがいいですね。もう、予備隊みたいなもんですね。よく、キングダムとか読んでる人だったらわかると思うんですけども、武将を率いる部隊で、まあ、元気いっぱいのスタミナのある状態の予備隊があると、戦場が長引いた時に後半戦、ここぞって時に出せる部隊。それがこの後半の、この3つですね。それが多分一斉にストリートとかに向かって中央に上から射撃かけていたら、もうそっちに夢中になってしまって、本当に危ないやつが来た時に対応できなくなってしまう。そんな状況になってしまうんで、配置するときは、こういう時、手前から上から撃てるじゃんってならないで、上から撃ったらどうなるんだってことを考えて、配置考えると面白いと思います。はい。ってことで、危なげなく、ちゃんと全く動かないでクリアできました。810ポイント。一応これ全部、ユーモが出たら持った設定になっております。最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただけましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので、見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。